どうも関西クラクラクラブのコミです、さて本日はすごいちょっとねあの凝った動画を、撮っていきたいなというふうに思っているんですけども、何かというと、まあ、サムネにあった通りなんですけどもサイドカット特集と、ね、いうのをやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、これねそもそもサイドカットって何なのっていう方も、まあ、もしかしたら中にはいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、そういう方はね、まあ、冒頭少し説明もしますが過去私が出している、サイドカットの動画っていうのをちょっとねこうご覧いただいたりあとはまあ他の YouTuber の方も紹介してると思うんでね、サイドカットって調べればまあ いろいろ、概念は出てくるというふうに思います。で、今日はまあその概念も少し触れながら、どういう方法で、サイドカットってやれるんだろうというその方法論のところ16個の方法をね、今日は、ご紹介したいというふうに思いますのでぜひね最後までお付き合いいただければというふうに思います。で早速いってみましょう。サイドカット何なのかというと、例えばね、これちょっと一回動画止めますけどもここのギガテスラの角ここにユニットを流し込みたい。今僕が持っているのはテッカとボーラーですよね。こいつらを流し込みたいって言った場合にこことここを全部こう壊してしまってここにユニットを集めるような、形を作る。これがサイドカットです。なんで中心部分、まあ、ここに入るための両サイド、まあ、こことここをカットする。まあ、だから、両サイドをカットするからサイドカットっていうんですね。まあ、これが基本的な概念なんですけども、早速、見ていきたいのはどういう方法があるか。ここ重要ですよね。行ってみたいというふうに思います。まず1個目。超基本です。ウィザードを使ったサイドカット。見てもらいたいというふうに思います。これですね。ウィザードがここ、こう、全然ダメージ食らわずに、ポン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 こうやって、施設をカットしてますよね。こうすることによって、さっき言っていた、ここの区画に、ニットがこう流し込むことができるような格好を作れているのがわかるでしょうか。こういうふうにですね。出したニットが、こっちにこう、それないようにするために、今、ウィザードを使って、この辺っていうのをカットしたわけですね。まずこれが1個目、サイドカットの方法です。では2つ目の動画行ってみましょう。これですね、ガーゴイルを使ったガイド、サイドカット、これもね結構お得です。なんでかっていうとこの迫撃砲があるので、ウィザードなんかを使っちゃうと迫撃砲に落とされちゃったりするんですよね。なんで、そうしないためにこうやってガーゴイルを使ってここをこう サイドカットをしていますね。こういう手っていうのは結構ねユニットの無駄遣いっていうのをしないようなカットの方法として非常に重要です。陸のね防衛がいっぱいあるのに無理やりウィザードをいっぱい出すとかガーゴイルでカットできるのにペッカ使っちゃうとか、まあ、そういうふうなことをねやっぱするとコストがすごくもったいなくなりますんでね今の、形のように、ガーゴイルとかを使ってカットできるんだったらウィザードを無理に使わずにガーゴイルという方法がいいですね。さあどんどんいきましょう。続いてはボーラーです。一番最初、ウィザードを使ったサイドカットをご紹介しましたけども、こうやって代わりにボーラーを使うっていう手もありますね。何がいいかっていうと、今、ボーラーが、アーミーキャンプ2個いっぺんにこう破壊してますよね。こういう効果が期待できるんですよ。今、これも、奥にあるこの金山までダメージが届いてるじゃないですか。で例えば、こういうところに迫撃砲なんかがあった場合、これね、ギリギリ大砲の射程が当たらないから、ここの、まあ、今回ね、この方やってませんけども、ここのね、呪文工場にギリギリこう、ボーラーを当ててあげることによってここね当ててあげることによってバウンド攻撃でなんとこの迫撃砲まで一緒に壊しちゃうことができるというような、ね、今これダメージ入ってますよね。この金山倒しな金山を攻撃しながらねこういう格好で、防衛施設まで簡単にボーラーを使って奥の、ね、防衛施設まで壊せちゃうっていうメリットがあります。まあ、当然ながらボーラーは体力少ないのであんまり単体でダメージ食らっちゃう場所には使えないんですけども、まあ、これウィザードと同じですよね。ダメージ受けない場所であれば、まあ、こんな風にすごい大活躍するということですね。これぜひ覚えておいてもらえるといいんじゃないかなという風に思います。はい、続いてはダメージを受けちゃうところをでどうしてもカットしたいっていう場合にはゴレとかジャイなんかをね使ってターゲットを集めながら、カットしていくという方法があります。で今見てほしいのはこの1次2次面のこの辺ですね。これをどういう風にカットするのかを見ていってほしいんですけども、まずこうジャイとかゴレでこうターゲットを集めて後ろから施設を壊すユニットを出していきます。
今回はこうネクロを使ってますね。まあ、ネクロを使った理由はゴレとか、まあ、ここにウィザードなんかを使っちゃうとゴレやジャイがやられた瞬間に全部あのユニットがね、特になくなっちゃいますんで、ウィザードはすぐやられちゃうんでね。ネクロを使うことによってこう、ゴリアジャイがやられた後もスケルトンによってこう、ね、ネクロ本体が延命するサイドカットを単なる使い捨てで終わらせないような形に、ね、するためにこのカンさんはネクロを使ったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こうすることによってしっかり、中心部にこうユニットが流れ込むという格好が出来上がるわけですね。はい、お次は空の、サイドカットの主役とも言っていいユニットですね。これライドラ使ったカット見ていきたいと思います。こいつの特徴はなんといっても本体が体力持ってるんで、なかなかカットユニットとしてやられないこと、さらにはこの壁の一層中の方までこういう風にねチェーンライトニングで削りを入れていくことができます。で、チェーンライトニングっていうのは、1マス離れた施設だったら、合計最大5個までこうガガガガッとねこう今、チェーンが光がつながってますよね。こんな風に、破壊をしていきますんで、完全に今この、11時、12時方面ここですね、破壊しきってユニットがこう迷わずね、ギガテスラの方向に入っていけるようなルートが出来上がりました。こういうような、サイドカットができるので、パンホール12にとか11においては、ライダラを使ったカット本当に優秀なんでね、これは覚えておく、もう必須スキルなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では次見ていきましょう。次はライドラを2体使ったカットです。こんな風にね、バルーンを最初出してからライドラを使っていきます。で、このバルーンを出す意味っていうのは、あの黒いホーミング爆弾あった場合結構ねライドラ削られるんで、まずは、しっかりねホーミングがないかどうか、チェックしてから出すということ。あともう1個はちょっと今ね説明が遅れちゃったんですけど、これ小鉄さん、ライドラを当てる場所をね今こことここにしてました。これなんでかっていうと、ここにあったのがエリクサー、タンクなんですね。これですね、これです。こいつが体力当然高いじゃないですか、なかなか壊れない。なのでここにライドラを当てることによって、このタンクを起点にしてどん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 その周囲にチェーンライトニングを刺していくことができる。そうすると、ライドラのねそのサイドカットのための破壊効果っていうのが抜群のに伸びます。これを体力の低い兵舎とか金山とかにやっちゃうと、結構ね思ったほどライドラのカットがうまくいかないってことがありますので、もしカットした時に付近に金庫とかね、ダクエリのタンクとかそういうのがある場合には、そこに当てるっていうことを非常にお勧めいたします。さあどんどん行きましょう。次は、ライドラではなくベビドラを使った方法です。これはタウンホール10でも使えるっていう意味で結構汎用性があるかもしれませんね。で、チェーンライトニングがないので奥深くまで、削るっていうのはライドラに比べると少し苦手なんですけども、ただビビドラってこう1体で出すとすごいね攻撃力が上がって、今こう紫に光ってるじゃないですか。ガン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 基礎を削ってくれますので、そうちょっとやそっとじゃもうやられないっていうことを考えると非常に優秀な、サイドカット要因だと思いますね。でこうすることによってしっかりと今食い火を入れようとしてますけども、この突入部の周辺をきっちり削ることによって食い火をこのね壁の中にこう誘導していくと、まあ、こんな風な使い方ができますんで、ビビドラで、まあ、十分なカットができるような場所であれば、必要以上にねコストを使ってライドラを使うとかいう必要はありません。まあ、この辺はうまくね使い分けてもらえたらというふうに思います。さて次に見てほしいのがこちらです。今のね見てもらっている回廊陣ってやつなんですが、こういうのの中心部分に、ユニットを流し込もうと思った場合って結構苦労すると思うんですよね。ここのところに流し込もうと思った場合どうしても、まあ、突入をこうすると両サイドにこう逸れてしまいがちになりますよね。こういう風になので、ライドラを使ってまあカットはしていくんですが、この時に KK さんがね、やっているカットっていうのが、まあ、ちょっと面白い方法なんで、これもぜひね、見てもらえたらというふうに思うんですが、結構ライドラ使って深く深くまでカットしていっていますよね。で1体ライドラがやられてしまいましたが、ここからさらにねこうライドラを追加していくわけですよ。こんな風に、まあ、黒バルーンで、バルーンで、黒いね、ホーミングを確認してからしっかりライドラを出して、でさらにライドラ追加していってますよね。でこの狙いっていうのは、今この攻め込みたいこのまあギガテスラがある中心部分の周りを真っ裸にしちゃおうってことなんですね。わかるでしょうか。ほとんどもう何もないですよね、この辺の領域に。ここですね、
唯一対空砲がなんかちょこんとこう残っている。でこれめがけて一気にウォールバスターで壁を開きながら突き進んでいくんですね。まあこれもサイドカットっちゃサイドカットですね。まあ、見てもらって分かる通り、今このバスターがいるところに対空砲があっただけで、あとみんな両脇なんもないですからね。でこうすることによってど真ん中にユニットが、まあ、全部流れていく、まあ、こんなね、サイドカットっていう方法もあります。必ずしもこういう方法だけではないんですけども、まあ、安全に中心部に攻め込みたいよ、星にもどうしても取りたいよっていう場合にはこういうカットの仕方もあるっていうこともね、ぜひ、まあ、覚えておいてもらえると幅が広がるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では次の方法です。今まで、まあ、空ユニットをこういろいろ見てきましたけども、もう一個忘れちゃいけないのがこのボマーですね。ボマーを使ったサイドカット、まあ、今回私が使っているこの、6軸角って対空砲もなければシングルインフェルノもないんで、ボマーの活躍する場面ですよね。こういうところっていうのはボマーを入れることによってガン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 こう施設をカットしてくれるんでね、これから出す主力がこんな風にしっかりと中へ中へ入っていきますね。まあ、一緒に壁壊しちゃうんで、その壊した壁にねユニットが流れ込んじゃうっていう、まあ、失敗はなきにしもあらずなんですけども、まあ、そこら辺は相手の、ね、防衛の配置が壁際に寄っている場合にはその壁も一緒に壊れちゃうんで、逆にねユニットが壁伝いに進めなくなっちゃうリスクなんかも考えながらうまくやってもらえたらいいんじゃないかなっていう風に思います。こんな方法もございます。はい、ここまではね、空のカット見てきたんですけども、今度は陸に行ってみたいというふうに思います。でさっきウィザードを使った方法とかボーラー使った方法で、それにジャイアントやね、ゴーレムを混ぜる方法を説明しましたが、今回もう一個見てもらいたいのはこれです。ペッカーを使った方法ですね。対空砲とかエアスイーパーが壊って空ユニットではあんまり削れない場合っていうのはペッカーを使うっていう方法もあります。でペッカーはダメージをこう吸収しながらどん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 奥へ奥へとね切り進んでいくので、そこにこうウィザードなんかをつけてあげることによってこうね、壁の中までこうどんどんカットしながら、ユニットがそれないような格好を作る、まあ、そんなような機能が期待できます。まあ、ゴーレムってなかなか攻撃力が低いんでね、前に前に進む力は弱いんですが、ペッカにはそれがあるっていうことと、防衛施設じゃなくてもペッカは壊せますんでね、まあ、いう点からして、サイドカットには非常にね単体で適したユニットってことが言えると思います。今みたいにウィザードをつける、まあ、そんな応用方法もね非常に効果的なんで、ぜひ試してみてもらえたらというふうに思います。さて、次のねサイドカットの方法っていうのはネクボに関して見てもらいたいというふうに思います。で、ネクロマンサー、冒頭の、サイドカットの紹介の時に単体でね、なかなか死なないユニットですよっていう話をしましたが、当然ネクロのスケルトンと、まあ、ネクラ本体の攻撃だけだとちょっとねカットをするには火力不足っていうことが言えると思います。でうまいこと混ぜ込めるのがボーラーなんですね。見ていてもらいたいのは6時側のとこなんですけども、そろそろ出てきます。まずジャイでタゲ取ってボーラーを当ててからすぐネクロスケルトンを生成して、このスケルトンを縦にしながら後ろからボーラーがどん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 こう施設を壊していってくれてますよね。この格好を作っていくと、攻撃と防御のバランスが非常にいいので、スケルトンがね、まあ、縦になってくれてる間にボーラーが施設を壊すっていう相乗効果が生まれて、こんな風に結構ね広い範囲を壊したにもかかわらず全然ネクロとボーラーがこうやられてませんよね。こんな形ですごく単体でというかチームを組んでサイドカットをするには適したメンバーなんで、まあ、この2つの組み合わせっていうのはね、これもぜひぜひ覚えておいてもらうと便利ですね。これまだ行きますよね。どこまで行くんでしょうね、このネクロとボーラーたちは。本当に、まあ、途中からアーチャーが合流してますけども、まだネクトロが生きているっていう、こんだけの範囲をカットしましたからね、相当使える、コンビなんじゃないかっていうことが、まあ、見てもらって分かるというふうに思いますので、ぜひ、お試しいただければと思います。はい、ではね次はバーバリアンキングを使った、サイドカットを見ていきたいというふうに思います。で、先ほど見てもらったのが、ネクボを使ったカットだったんですけども、彼らが苦手とする防衛施設何かっていうと、こういう迫撃砲、ウィザードの塔、あとボムタワーだったり、今ないけどマルチインフェルノタワーとかそういうやつですね。まあ、要するに範囲攻撃でいっぺんにスケルトンがやられちゃうような、防衛施設っていうのはちょっと苦手です。で代わりにそこで
どんなユニットが生きるかというと、このバーバリアンキングなんですね。これ本当にサイドカットに使うと強くって、もうバキバキね、こうテスラとかも出てきてますけども、なぎ倒しってくれてます。でボムタワーとかウィストみたいな範囲攻撃っていうのは一発のダメージがそんなに大きくないですよね。なので、バーバリアンキングからすると全然大したことがないわけですよ。なので、こういうふうにね、ガン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 と、ね、単体で進んで、でフィストを発動すれば今みたいに一気にバーバリアンが出てきますんでね、まあ、見てもらって分かる通り、これだけのエリアっていうのを一人でこう全部カットしてくれる、これだけのね破壊をする、まあ、このバーバリアンキングのサイドカット効果っていうのはもうぜひね、優秀なので使ってみてもらえたら、凄さが分かるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではね、次は同じヒーロー同士ということで、クイヒを使ったカット見ていきたいというふうに思います。今回のこのクイヒの仕事っていうのは、今3次面から出てきましたけども、このクイヒが、ここを全部こうねカットしてくれることを期待しています。これのカットですね、当然この辺も含めてカットするんですけども、でそうなってくると突入させたいのはここなんで、間違ってもね、なんていうのかな、こっちにこうまっすぐ進めたいペッカとかボーラーがこうそれないような、そんなルートをね作れていることがわかると思います。まあ、こういう格好でクイーンを歩かせていくと、自然にその歩いていった道がサイドカットされた領域になってくるんですね。なので結果的にこう、クイーンが歩いてきた方向にはユニットがそんなに、まあ、ティーナがちょっと若干ボールあそれてますけど、それずにしっかりね、まっすぐまっすぐ向かわしたい方向に奥へ奥へとこうユニットが入っていく、そんなような、パターンが出来上がる。これがね、クイヒーを使ったサイドカット、結構ねよく使う場面が多いと思うし、クイーンとこう合流した後のボーラーやペッカとかねの伸び方がまた半端ないんですよ、のヒーラーの恩恵を受けて。なのでかなり優秀なサイドカットなので、これはねぜひ皆さん使えてない方は使えるようになっておくと便利かなというふうに思います。ではもう一個ヒーローを使った、サイドカット見ていきましょう。今度はねオデヒーですね。グランドウォーデンにヒーラーをつけるパターン、まあ、グランドウォーデン別にヒーラーをつけなくても、今このエナジーサークルっていう、ね、光のエリアが、示しているところが攻撃範囲になってくるんですが、結構広いんでね、今見てもらって分かる通りウィストなんかだと全然ダメージ受けずにこう削れちゃうんですよ。なんでグランドウォーデン単体でも強いんですけど、もしダメージを受けそうな、場合にはこうやってヒーラーをつけておくとね、ウォーデンがやられないんで、サイドカットの効果っていうのがねしっかり、持続して、まあ、こんな格好でユニットがしっかり中まで入っていくルートを作れるということになりますね。まあ、これも、クイヒーほどは対応されませんが、まあ、結構便利な技なんでね、これから流行るかもしれませんし、覚えておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、本日のねサイドカット特集もいよいよ、ね、最終盤に入ってまいりました。こっからはねちょっと応用編です。少しね解説をしながらやっていきたいんですけども、次見てもらうのはウィザードを使ってからペッカーを使ったサイドカットっていうのを見てもらいます。カットしたいのはこのエリアなんですね。この辺のエリアなのですけども、当然防衛施設が結構あるんで、ペッカとか体力のあるユニットだったらまあ削れるものの、ウィザードじゃ無理ですよね。ただじゃあペッカをね仮にこの辺にちょこんとこう出した場合、どこに行くか分かんないですよね。なので見てもらいたいのはペッカを使う前にウィザードを使って、ペッカのルートを作ってから出すっていうね、このね2段サイドカット、これを見てもらいたいというふうに思います。さあでは行ってみましょう。注目してもらいたいのはまず最初この12時側に出てくるねウィザードです。このウィザードをしっかり出して、キャンプ、アーミーキャンプとかをこう破壊してから、ペッカをこの金山とかね、この突破兵器工場のところに当てていきます。そうすると、ペッカはもうこれどう考えたって、こっち側にこう反れないですよね、こういう風には。反れません。必ずペッカはこっち側にこう進んでいくのがわかると思います。これがね、今回、亮太郎さんが狙ったサイドカットの効果です。でこういうルートを作ることによってしっかりとペッカが、主力部隊がねこのキガテスラに向かうための、サイドカットの仕事を果たしてますね。こんな格好でお見事ですよね。もうこうなってくるといい仕事って感じです。あとは、後から出したペッカもしっかりこう壁の中に入っていって、で、キガテスラに向かっていくというルートが作れますね。まあ、結構ねペッカを使ったサイドカットコストが高く感じるんですけども、それ以上にユニットがそれちゃうと無駄死にしますんでね、
無駄死にをさせないために序盤でコストを使うっていうのが全然ありです。なのでこういうような、ね、サイドカット本当に便利な技術なんで、よくよく覚えておいてもらうと、幅が広がっていいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではね、続いて見ていきましょう。こちらも応用編になります。よく見るこういうまあ変形型のサザンクロスみたいな配置なんですけども、厄介なのはこの壁の中のインフェルノタワーですよね。これをねバルーンで壊すためのサイドカットっていうのを見ていきたいと思います。要するに、この今回はね、絵に描いた3次側のインフェルノタワーを、まあ、サイドカットの身も込めて壊したいんですけども、そうするためにじゃあどういうことをやっていくのか、これをちょっとね注目してみてもらえたらというふうに思います。まずは、バルーンと、ベビドラを使って、このミストをまず壊していきますね。これは、次に出すバルーンでね、このインフェルノタワーを壊すんですけども、そのためのカットになります。でこうやって、バルーンが必ずインフェルノタワーに向かうルートを作ってから、大量にバルーンを出してヘイストの呪文を使って一気に加速させてインフェルノタワーを落としていくという格好ですね。こういうカットの仕方もあります。あの呪文を軽く織り交ぜるっていうのは、まあ、これもさっきの話と同じでコストがちょっとかかるんですけども、その後のねユニットの、まあ、乱れ具合っていうのを帳消しに、まあ、乱れさせないようにすることができるって考えるとすごい便利なんでね、これはぜひぜひ覚えてほしい技かなっていうふうに思います。はい、では本日最後の動画になります。こちらですね、今壊したいところっていうのがこの部分なんですね。ここなんですけども、残念ながら邪魔なアーチャートがここにいます。でこういう場合、今円を描いたエリアっていうのをここですね、カットする場合にどうしたらいいかっていうと、まあ、すごいこれも単純な話なんですけどね、こんな風にですね、最初バルーンを当てちゃうんですね。で壁とかそのエリアのギリギリ外だったらバルーン2体ぐらい当てれば大体壊せますので、壊してから、まあ、アーチャーを使うなり、あとまあこの後私はね、アーチャークイーン使ってこっちの方にねこうカットを入れながらクイーンを真ん中に進ませていったんですけども、まあ、こんな風にねして、やっていくと、まあ、特に問題なくですね、サイドカットが上手に出来上がるという風に思います。まあ、邪魔なものは壊してからカットするってことですね。こういう二段構えのカットっていうのも本当に使う場面が多いので、ご参考にしてもらえたらという風に思います。いかがだったでしょうかね。もしこの中で皆さん使っているサイドカットでも、こんな使い方があるんだだったりとか、あとはまだ使ったことがないようなねカットの方法なんかがもしあって、参考になるポイント見つけてもらえたんだったら本当に幸いかなというふうに思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。